前節で言えば、本当に最初の失点というのは、まあアンラッキーという表現を使うべきなのか分かりませんけれども、我々としたら年間を通じてやってればああいうことはあるって覚悟してました。後ろから怖がらずにつなぐということは、どこかでアクシデントが起こってもおかしくないと思っていたので、前の会見でも言ったかもしれないですけど、もちろんあの時にマテウスがどうすべきだったかっていうのは彼が一番よく分かっていると思います。ただ、アクシデントが起こった時にそれでも俺らは防ぐよと、それでもリカバリーするよっていうところを、チームとして見せられるチームになりたいなというふうに思いますし、少なくとも後ろからのビルドアップのところはこれで萎縮するようなことは絶対にしたくないので、まあそれを改めてみんなにと共有しましたし、まあ2失点目のところで言えば、やはりシュートで終わりたかったですよね。あのカウンターでいい形でボールを奪ってシュートまでいけないっていうところが、あの場面で我々のまあ逆に言えば一番の課題なんですよ。でいけなかった時に、もちろんいけない時もあるんで、まあその時に、まあちょっと中盤の選手が足を滑らせてしまったっていうのもありますけど、まあ慌てずに、ボールをこう自分たちのゴール前に供給させないようなこう対処の仕方があったと思うんで、まあそこはまあやられた時にしっかりリカバリーができる、慌てずに、もちろんファイトしなきゃいけないんですけど、対応としたら慌てない対応がもっとしていけるチームになりたいということと、まあセットプレーで点を取りたいですし、セットプレーで点を取られるとなかなか勝ち点差を取るっていうのは難しくなるので、ここはもう一度みんなで、何がやれたかっていうところはこう確認して締め直したいなというふうに思いますね。まあ一つ言えるのはチャンスの数が増えてるってことですね。それはチームとして、まあコンビネーションからの崩しもそうですし、リカバリーパワーからのショートカウンターもそうですし、まあ何よりもキーパー含めたビルドアップから相手陣深くまで入れるようになっているので、まあ、そこからのクロスの回数であったり、ニアゾーンに入り込むっていうのは回数は明らかに増えていると思います。なので彼にとっても、まあ、当てればシュートになるようなシーンが多いのと、まあ、中でのコンビネーションも今増えてきているので、中で一振りできるような状況も出てきているという意味では、彼のシュートチャンスと彼の得点をの比率を考えたら、僕はもっと取れていいなと、彼の能力からもっとすればもっと得点を重ねていいかなというふうに思ってますし、まあそのためのまあ動き出しの速さとか動き直すこととか、あるいはこう人にゴールを取らせるためのスペースを作るであるとか、まあそこのハードワークはもう一押ししたいなというふうに思います。大事なことはあそこまで入っていくってことですよね。そういう意味では森田浩樹はなんていうかな、こう振る舞いというか表情はほとんど変えないのが森田浩樹なんですけども、僕は確実に自陣のペナと相手のペナの手前ではなくて中まで入っていける選手になりつつあるなというふうに思いますし、それこそが彼のこのチームを今引っ張っている一つの形を示し方だと思うんでね、まあそれがゴールになってよかったなというふうに思います。本当に離脱期間が長かったですし、まあ彼が不在の中でディフェンス陣というかな、センターバック陣は本当にみんなよく踏ん張ってくれたと思いますし、まあ一時期はサイドバックが
の選手がセンターバックやる時期もありましたけど、まあ、元々はここは人材豊富なポジションですし、まあ、ほとんど戻ってきたと言ってもいい状況の中で、やはり谷口浩人はその中でも中心のになる選手で、まあ、彼のフィード力、右も左も蹴れるっていうところもそうなんですけども、まあ、ギリギリで判断を変えられるところもそうですし、もう一つはラインが上がるんですよね。彼が入ることによって2メーター3メーターラインが上がるっていうケースがやはり増えてきているので、それだけ、まあ、相手陣に近いところで、あるいは相手のゴールに近いところでボールを奪えるシーンが増えているということ、まあ、それによって自分たちの時間が増えているからこそ、まあ、キーパーのビルドアップも含めて、まあ、こう我々のサッカーをやっている時間が長くなっていると思うんですよね。まあ、それで谷口浩人のフィードの良さも、まあ、しっかり見せられる機会が多くなっているかなというふうに思います。自分たちのスタイルはあるので、まあ、そこを研ぎ澄ましていくこと、そこに徹していくことが、勝利の近道ではあると思うんですけども、ただ、まあ、最後のアディショナルタイムのところですよね。もうとにかく後ろのスペースを消して、ほとんどの相手が、まあ、ペナの中に待ち構えるような状況っていうのが今後も出てくると思うので、まあ、我々としたら勝ち点0よりも1、1よりも勝ち点3というところにこだわっていきたいので、まあ、そういう意味ではラスト10分とは言わないですね。本当にアディショナルタイムのところですね。そこの戦い方というか共通意識は、そういうサッカーをしてないだけに、まあ、どこにボールを入れるのか、どういうふうに構えるのか、こぼれをどういうふうに拾うのかっていうところは、まあ、やっといた方がいいなと。で、今後もそこは毎試合少しずつでも、まあ、毎試合がトーナメントだと思ってるので、まあ、そういう準備も勝ち点3にこだわる上においては必要かなというふうに思ってます。相手にボールを持たれることを嫌がらないというか、まあ、シュートの直前のところまで行かれても、まあ、慣れてるというかね、すごくやるべきことをしっかりみんなが やれば守れるんだという自信のようなものがありますし、シュートまで行かれたとしてもキーパーの後ろにもカバーをしてるっていうシーンが珍しくないんですよ。まあ、それぐらい最後のところの中は硬いですよね。ここまで戦ってきて、勝ち点を重ねてこられてるっていうのは絶対フロックじゃないので、まあ、中央の硬さとか忍耐強さとかいうところは本当に高いレベルにあるなと思いますし、じゃあ攻撃がつながないかっていうと、まあ、しっかりつないでくるんですよね。そういうこともできるチームなので、その中でこうセットプレーっていう武器を持ってるっていう意味では、まあ、勝つにはなかなか大変なチームだなというふうに印象があります。我々のスタイルとかね、やり方を変えるのではなくて、まあ、より研ぎ澄ましていく、より進化していくっていうことが大事だと思うんで、例えばサイドを崩したりニアゾーンの深くに入り込むってことはおそらくどの相手にもできると思ってます今。ただ僕らはそれは目的じゃなくて手段なんですよね。手段というのは点を取ることなので、サイドを崩した時の、最後のところのクロスの精度と選択と、あとは中のハードワークですよね。いつスプリントするのかと、出てくるか来ないか分かんない時にスプリントしないと点を取れないんですよ。出てくるって確信した時にスプリントしても、それはディフェンスもスプリントしてるので、ここのハードワークとか動き直すハードワークはより進化させていきたいというふうに思います。